おはようございます。 TBTV をご覧の皆さん、テラケンです。今日はですね、なんだっけ長野岐阜ツアーの3日目です。初日はあの茅野パークで滑って、で2日目はいいのか、松本で滑って、4日目か今日、あれ金曜日は茅野パークで滑って、で土曜日は松本のイベントで滑って、で昨日がこの高山の緑地公園で滑って、あとは白川郷行く途中になんかポロポロ滑ってみたいな。で今日4日目です。でまあ最終日の予感はしてるんですけど、まあ今日もね、またあのここ岐阜県高山市の宮川緑地公園の前にいるんですけど、でまあ昨日滑っちゃったんで、まあネットしたらまたここかよみたいな感じはあると思うんですけど、まあ軽くここで滑って、まあその後長野また通って、まあ家に帰ってこうかなって感じです。ということで宮川緑地公園滑っていこうと思います。では行ってみましょう。いいかな。まあ今日はファーストトライチャレンジということで、あそこの石を使って1回しかトライできないみたいな、で何個トリック乗れるかみたいのを30分の間でやっていこうと思います。じゃあ20分だったら終わりかな。20分だったら終わりで、さあ何個メイクできるかやっていきましょう。ファーストトライチャレンジ。ちょっとあの微妙いのはやり直しっていうルールを入れていこうと思います。はい、もう一回。
はい、あと2分ぐらいありますけど、おしまいです。うわ、はい、というわけで30分ファーストトライチャレンジでした。意外とやっぱ一発しかないとですね、いつもの乗れるやつが乗れなかったりとかね、まあ、スケボーって本当に何年練習してもなんかこう一発で乗れないとか失敗するんですよね。だから本当になんか奥が深い難しいものであります。はい。まあちょっと早いんですけど、昼ご飯を食べて帰る準備をしていこうかなって感じです。では昼ご飯行きましょう。はい、というわけでジンゴローラーメンでした。で、初めて来たのが確か友達と白川郷行って、なんか夜だったんですよね。夜になんかこっちの方来て、でなんか腹減ったみたいな話になってて、でしたらなんか空いてたんですよね。なんか2時まで空いてる日とかあるんですよ。夜中の2時までやってる日とかがあって、で初めて食べたんですけど、なんだこれうまいってなって、それから高山来る時はジンゴロラーメンこう毎回食べてるんで、皆さんも来た際はぜひ食べてみてください。ほんとね、高山市美味しいもん、飛騨牛とかね、うまいもん結構あるんで、でもうツルツルの石でスケボーしてラーメン食って飛騨牛食ってみたいな、もう最高ですよ。もう他になんか必要かなみたいなぐらいいいとこなんで、でね、こう山に囲まれててね、もう空気違うんですよ本当に。これ、ね、全然空気が違います。標高高いんで1週間ぐらい滞在したいなっていうのをなんかずっと思ってて、一度も結構できてなかったんですけど、夏ぐらいにね行けるんじゃないかっていう可能性が出てきたんで、今度1週間ぐらい高山飛騨ツアーですかね、やりたいなと思ってます。でまあね、名残惜しい感じはあるんですけど、まあ帰りの道に向かいたいと思います。でまあ途中でまた長野通るんで、まあどっかパーク寄れたらなっていう感じで行こうと思います。では帰り道行ってきましょう。まあちょっと行き高速使ってきちゃったんで、帰りは下道で帰るんですけど、7時間41分。7時間41分かかります。では帰りの山道向かっていきましょう。